はい、皆さんこんにちは、ゴーギです。10文字チャレンジは、皆さんどうですかね。一緒に練習していただけますでしょうか。10文字チャレンジなんですけども、今回での第6回目ぐらいまでを配信していると思います。10文字ずつですね、今配信してるんですけども、最初の第1回目と第2回目あたりは20文字ずつぐらいを配信してましたので、まあ今でどうですかね、合計で100文字前後を練習したっていう風な流れになってると思います。で、これですね、ずっともう続けていきたいんですけども、この10文字チャレンジってやっててですね、ちょっと飽きる時もあると思うんですよ。なので今回ですね、ちょっとお伝えしたいのは、10文字チャレンジをやることによって獲得できるメリットですね、それについて、お伝えしていこうかなと思います。一つ目のメリットなんですけども、まずどうですかね、皆さん一人で練習するって結構難しくないですかね。時間を見つけて、一人でですね、黙々と集中して練習する、これって結構きついですよね。なので一緒にですね、練習していただこうと思いまして、しかも10文字なんで結構短いですよね。時間的に5、6分ぐらいだと思います。なのでその5、6分ぐらいをですね、その時だけでいいので、できれば毎日ですね、見ながら自分でこう紙に書いて練習していただく。でそうすることによってですね、私が書いている動画を見ながら自分で書くということなんで、一人じゃないですよね。最低でもちょっと私と、書いていただく方で、二人じゃないですか。その10文字チャレンジの動画があることで、一人で練習するっていうですね、難しさですね。それはちょっと改善できるんじゃないかなと思います。二つ目のメリットなんですけども、自分の苦手な漢字が、わかると思います。苦手な漢字っていうのがですね、出てきた時って、皆さんどうしますかね？はい。答えはですね、その場で、克服するっていうのが正解です。はい。先延ばしにしていただくと、また次の漢字がですね、その漢字が出てきて、またこう嫌な気分するじゃないですか。なので、私のその10文字チャレンジの漢字で出てきた中で、自分のですね、苦手な漢字が出てきた場合、その時にはですね、そこで克服をするようにお願いします。でそうするとですね、もう自分が後で楽になるんですよね。今後の流れとしましては、この10文字チャレンジというのはですね、続けていこうと思うんですけども、もっともっと長い文章とかですね、手紙とか、メモとかもそうなんですけども、普段使うようなですね、長い文章をですね、一緒にですね、練習していけたらなと思ってるんですけども、その時に、一文字一文字がですね、なかなかうまく書けなかったら、それも結構手こずるじゃないですか。なので、10文字チャレンジで、自分のこう苦手な文字ですね、苦手な漢字っていうのをですね、ぜひ、克服していってほしいんですよね。はい。なので、二つのメリットですね、今日はお話ししていきましたけども、一つ目のメリットはですね、一人じゃないってことですね。一人じゃなくて、一人じゃないので、結構こう、一緒にやるっていうことで、結構楽になるっていうことですね。はい。で、それと、二つ目のメリットは、自分の苦手な漢字っていうのはですね、わかります。なので、苦手な漢字っていうのをですね、うまく書けなかったら、うまく書けるようになるまで、ぜひ、最後までですね、克服してください。はい。そうすることで、一番楽になるのは、あなたですね。はい。ということで、今日はですね、10文字チャレンジの、メリットですね、を、2つお伝えしてきました。皆さん、これからもですね、一緒に頑張っていきましょう。